令和2年11月15日神戸王子スタジアムにて 2020X リーグディビジョン3ウエスト愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦が行われます。試合開始14時25分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイトのユニフォームが愛知ゴールデンウィングス、奥側カラーエンジニアのユニフォームが佐藤建設スタンディングベアーズです。今シーズンの X2、X3 は高昇格のないシーズンとなりました。したがって秋季シーズンの試合はすべて交流戦として扱われます。なおこの撮影は両チームの要請により協会の許可を得たスカウティングビデオとして撮影しております。佐藤建設スタンディングベアーズキックオフ、愛知ゴールデンウィングスリターンで試合が始まります。プレーナンバー1-1、佐藤建設キックオフ。キッカーは6番。スクイブキック。愛知リターン。しかしこれは佐藤建設のカバーよく、愛知陣15ヤード付近でボールデッド。ここから愛知の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー 1-2 愛知ファーストダウン10、ボールオン自陣16ヤード。パス不成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー11番のパスでしたが、これは佐藤建設がパスカット。パス失敗は元の地点に戻り、次の攻撃と変わります。プレーナンバー 1-3 愛知自陣16ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃権更新まで残り距離10ヤード。中央へのランプレー、しかしこれも佐藤建設アジャスト、ノーゲインでサードダウンに変わります。プレーナンバー 1-4 愛知自陣16ヤードからサードダウン10、
攻撃健康心まで10ヤードの獲得が必要です。パス不成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー17番へのパスでしたが、パスがショート、フォースダウンと変わります。プレーナンバー1の5愛知フォースダウン10パントフォーメーションを選択します。パンター11番、ボールオン自陣16ヤード。失礼、パンター57番でした。佐藤建設2番リターン。しかしこのリターンはカバーチームに抑えられ、佐藤建設陣45ヤード近でボールデッド。攻守交代です。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。先ほどのプレーディフェンスの反則でした。イリガル、しかしこの反則を愛知は取りません。したがってプレー成立で攻守交代です。プレーナンバー1の6佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣45ヤード。クォーターバック15番ハンドオフから左にブーツレック、約8ヤードのゲイン。プレーナンバー1の7佐藤建設相手陣47ヤードからセカンドダウン2。中央へのランプレー、ゲインはしておりますがわずかにファーストダウンに届いておりません。サードダウンに変わります。キャリア9番、プレーナンバー1の8佐藤建設相手陣46ヤードからサーダウンインチ。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック15番プレイアクションからワイドレシーバー1番にパス、1番これをキャッチしファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の9佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣27ヤード。
中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1の10、佐藤建設、相手陣25ヤードからセカンドダウンウェイト。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック9番、ウイングの位置からジェットモーションスイープ、左オープン展開し大きくゲイン、ファーストダウン。ここでオフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型をオフェンスは使用しました。したがって先ほどのプレーは無効で5ヤード抜体。セカンダウンやり直しです。プレーナンバー1の11、佐藤建設、セカンダウン13、ボールオンは相手陣30ヤード。パス不成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバーに出た9番へのパスでしたが、このパスは不成功。プレーナンバー1の12、佐藤建設、サードダウン13、ボールオン相手陣30ヤード。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー2番にパスを通し約10ヤードのゲイン、フォースダウンにしかし変わります。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、ウォーターブレイクです。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断で暑さ対策として試合の途中でウォーターブレイクを入れることがあります。今シーズンは各選手全員にフェイスシールドを着用を義務付けておりますので、そのための飛沫防止と暑さ対策としてウォーターブレイクを取っております。プレーナンバー1の13、佐藤建設、フォースダウン2、ボールオン相手陣19ヤード。プレーを選択します。ギャンブル。2ヤード獲得できないと攻守交代となります。パス不成功。クォーターバック15番、プレーアクションからランニング枠21番でしたが、これをキャッチミス。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。
プレーナンバー1-14、愛知自陣19ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしこれは佐藤建設がアジャストし、ほとんどゲインなし。プレーナンバー1-15、愛知自陣18ヤードからセカンドダウン11。不成功。クォーターバック8番プレイアクションからワイドレシーバー11番へのパスでしたが、このパスは不成功。サードダウンに変わります。プレーナンバー1-16、愛知自陣18ヤードからサードダウン11。パス不成功。クォーターバック8番ターゲット17番へのパスでしたが、17番これを取れずフォースダウンに変わります。プレーナンバー1-17、愛知フォースダウン11、ボールオン自陣18ヤード、パントフォーメーションを選択。パンター53番。このパントはハーフウェイ付近でアウトバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー1-18、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣48ヤード。ナイスです。何は国番ハンドオフから右をフタックルを突こうとしましたが、これは愛知がアジャストしノーゲイン、失礼、1ヤードのゲイン。プレーナンバー1-19、佐藤建設相手陣47ヤードからセカンドダウン9。再び中央へのランプレー、しかしこれもノーゲイン。キャリア2番。プレーナンバー1-20、佐藤建設サードダウン8、ボールオン相手陣46ヤード。
第2学級版ハンドオフから右オープンへのアウトサイドゾーン、ゲインはしておりますがフォースダウンに変わります。プレーナンバー 1-21 佐藤建設フォースダウン4パントフォーメーションを選択。パンター15番このパントを愛知はフェアキャッチ、愛知陣10ヤード付近で攻守交代です。プレーナンバー 1-22 愛知自陣8ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック8番パスを投じようとしましたがプレッシャーからパスを投げ捨てました。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。ディフェンスの反則です。ダフィングザパサー、パスを投げ終わった選手へのヒットです。この反則は重大な反則となります。15ヤードの抜体、したがってオフェンス15ヤード前進しファーストダウンです。プレーナンバー 1-23 愛知自陣23ヤードからファーストダウン10。ランニングバック35番フレアパスをキャッチアンドラン、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー 1-24 愛知自陣28ヤードからセカンドダウン5。パス成功、ファースター。クォーターバック8番ワイドレシーバー1番にパスを通しファーストダウンです。プレーナンバー 1-25 愛知自陣46ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー11番にパスを通し約8ヤードのゲイン。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス0点、佐藤建設0点、攻守方向入れ替わり第2クォーターに入ります。